でん、初代バイユだ、初代バイユだ、初代バイユだ。それしかねえ。あー、でもディスク綺麗。これは嬉しいな。やっぱこのバイオハザードって何、このシリーズが、じゃあそのね、こうどん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 増すことによって全部良くなるかっていうと、そうじゃなくて、こういう本当昔のやつとか64とかのバイオとかゲームボーイのバイオとかも結構ね、価値があるんですよ。価値がある。ついでん、ストロインサンク、知らん。布袋さんじゃないこれ。ベイビー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 の人じゃないこれ。あ、いや、だよね。ディスク綺麗。え、何音ゲーかこれは。じゃあそうなるとねえ、ベビー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 今日はってね、布袋の曲が盗まれちまう。なんだこれは、どういうことだ。やっぱこういう何ありますよね、プレ2で浜崎あゆみのゲームがあるように、あ、これ専用コントローラーがあったな、あったな、こんなの専用コントローラーがあったな、おかつ楽しく布袋さんになれますよって。初めてよこれ。やった。あ、今流行りじゃないけどファイナルファンタジー7、まあこれはありだな。まあディスクも汚くないし、説明書も綺麗。あ、これめっちゃ研磨してますね。さあ、これも研磨してんな。まあ最近というかもうだいぶ前なんですけど、リメイクが出て一時すごい、このプレステの7が、とあとインターナショナルがすごいね、なんかやっぱ人気が出てた気がする。次、ダン、ド、ゾーズイゼイ、ド、04チャンプ、ドーズイゼイ。初めて見た。何これ。え？レースゲーだよね。そうだよね。外行ってくれ。これが RPG とか言うと、うわ、これは、ちょっといかんねえ。練習、これ、起動すんのかな？もうね、なんか、キャラクター可愛いんだけどなぁ。ほら。もう。レースゲーだ。残念ながら、あの感じの曲じゃない、完全ジャンクだな、こっちだ。次、ダン！あら、見たことあるな、これ。ファイナルファンタジーないんじゃない、ないんじゃないんって。ねえ。ディスク、あ、綺麗。でもこれはどうしたん、ディスク、おっ、帯じゃないんかい、ポイントカードかいつって、ポイントカードでした。めっちゃ帯かと思った、がっかり。もうね、なんこれ、ディスク綺麗なんですよね、これ。なんか、え、これ最近？違う、そんなことないもんな。プレスのゲームだな。ベスト版っていうか、あれ、スクエニのベスト版ってやつ。え、でもなんか相当綺麗。えぐいぐらい綺麗。これないんで、こんなに綺麗なやつ初めて見たわ。まあいいね。備品はちょっと持っときたかったですよな。持ってるのが全部なんかもうズタボロで、説明書もないしみたいな、ゴミみたいなやつなんで。よかった。次、ダン！ナビット。ナビット。ん？これは、なんだ？交通整理すんの？
こちょこね、この白いケースがあるのは多分もうなかったんだろうな、ケースが。それか本当にこういうやつのかな。へー、あれか。また免許取ろう、免許取ろうとはまたちょっと違うよね、多分。ナビットでも初めてんだ。あー、トティンクスね、えこのメーカー初めて見た、面白そう。次、ダン出た、ドラゴンクエスト7。ドラゴンクエスト、あ、綺麗。セブン、ドラゴンクエスト7。おお、来たな。来た、演習の傷が。でも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 帯もなーいってやつね。まあドラクエやんないしな、重いんですかね。3はやったんですけど、どうなんだろう。次、ダン、あ、出た、名作テイルズ・オブ・ファンタジア、見つけてよ3、どこへ。いいね、曲がある、なんかね、ゲームの曲ってテンション上がるよね。はいはいはい。スーファミでもあったね。スーファミは、スズが仲間にならないんだっけ？違ってたらごめんなさい。スーファミやったことないんですね。ファンタジア。2本ぐらい持ってるわ。次、ドン！ザ・ビリヤード。もう、いい。シンプルシリーズはいい、言うことがない。うん、ビリヤードをこれで覚えよう。ビリヤードなんかね、陽キャがやるイメージ。次、ダン、みんな V ラリー2。もうこれはもうなんだこれ、なんだこれ、もう説明書がないから。で、まあ、予想なんですけど、サミーだからパチン、パチンスロー、パチスロー系かな？あ、スパイク。スパイクってことは、サムライドみたいな。あ、違うな。出すぎですね。はい。次、今回の最後を飾るのは、こいつだ。ダーン！アルゼオ王国なんだね。アルゼオ王国。何があるんですか？コンチ。コンチね。サーフトリップ。ナイトジャスティス。ギャンブルコンボ2と。様々なラインナップでお送りいたします。じゃんじゃんバリバリ、じゃんじゃんバリバリ。リスクはそんなに汚くない。せめて花火とかね。おお、なんか、地形があってほしかった。今だって、このそれぞれの、後継機種がホールにないもんな。どうしようもねえ。はい、今回最後はパチスロアルゼ王国5でした。バン、はい、ということで全て開封が終わりました。まあ、今回はよかったん、よかったんかな、わかんないけど、本当になんかジャンクっていう感じの内容でしたね。で、まあ、今回、これが42本ありまして、これをじゃあまず、落札金額、これ自体の落札金額は510円と送料が、1280円なんで、まあ、トータルで言うと1790円での落札でした。まあ、安いんじゃないですか。まあ本当になんかね、もうズタボロで全然多分軌道も危ういようなものとか説明書が全くないものとかもあったりはしたんですけど、まあこうやってなんかシリーズが並んで、ザ・コンビニとかディノ・クライシスとかね、とかドクター・リンに聞いてみて初めて見た、ウルトラマンとかも初めてかな。でディノ・クライシスで、もうここら辺はもう全部ダメだな。で、ファイナルファンタジーとかは帯があったりとか、状態が綺麗だったりとか、初代のバイオがあったりとか、クーロンズゲート。で、ロックマン5。これが良かったかな。で、ファンタスティックフォーチューンの、
あのカード一体どんぐらいの価値があるのか、あるんかないかを調べてみないと分かんないんですけど、まあ、今回ですね、本当になんか、うん、最近開けた中ではあ、ジャンクな感じがするなって、まあ、その中でも一つのね、なんか光り輝くものがあったらいいかなっていう感じで、まあ、そんな内容でお送りいたしました。まあね、まだね、トータルしてあるね、こういう開けてないやつ4箱、これちなみに落札が多分7月の中旬ぐらいなんですよ。やっとね、2ヶ月越しにやっと開けれたんでね、どん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 開封の方をしていきたいと思いますので、ぜひともですね、高評価とチャンネル登録ですね、よろしくお願いいたします。ということで、今回は以上、ありがとうございました。